はい、じゃあお名前お願いします。はい、ゆうすけって言います。はい、鉄拳さんのゆうすけさん。はい、はい、お願いします。この前のロンティー時はありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。はい、トス上げてただけだけど、あー、助かりました。またお願いします。で、ちょっとまあ今回ね、あの皆さんのグローブ紹介をさせていただいているので、ちょっとどんどん出していただければと思います。はい、今日紹介させていただくグローブ2つですね。おっと、ピッチャー用とナイヤ用の2つに、ナイキと YGS。ちなみにナイキはダルビッシュ選手、そうですね、ダルビッシュさんのモデルになります。はいはい、の紐だけ買いました。おお、ご自身ですか？いや、これはメルカリの方で購入させていただきました。なるほど、もう変えられた状態で。そうですね、変えられた状態で購入して、肩だけ自分の方でちょっと肩直しして、肩直しというか自分で使いながら直したって感じです。なるほどなるほど。なんか特徴とかこだわりとかってあれば。と、僕アンダースローのピッチャーなので。そうですよね。元の方が結構こういうまあ、ザ・ダルビッシュ投手の型みたいな濃い型だったので、はい、ただ僕の理想のグローブが呼吸は縦、投げるときは握れるって。じゃあもう変幻自在に動くグローブが。そうですね、割とこの薬指部分をちょっと入れて、はいはいはい、投げるときはしっかりと握る、取るときは掴む、フィールディングのときもしっかり掴むっていう風にポケットをしっかりちょっと深く作り直したので、その昔のグローブにはなるんですけど、昔のグローブの割にはしっかりと取りやすい、フィールディングもピッチングもしやすい、使いやすいグローブになってます。はいはい、まあ、ナイキのグローブってすごく柔らかく馴染むイメージがあるんですよね。最初あんま使う気なくて、この置物というかやっぱ今ないナイキのグローブなので、そうですね、置物として買ったんですけど、意外といいなっていうことで。めちゃくちゃかっこいいぞ。ちょっと今日使った後なんであれなんですけど、黒光りも結構良くて、まあ、今日日差しが出てないのもありますからね。そうですね、で結構色あせもなくて、はいはいはい、いい状態で買わせていただいたので、いや、ピッチャー用は多分ほとんどこれを使ってることが多いのかなと思います。もう興奮するグローブです、それは。そう、これは WBC を思い出します。そうですね、まあ今年も、そうです、あるので、来年か、そうです、来年あるので、ちょっと道具に注目してみちゃうかもしれないですけど。そうですね、もしかしたらナイキ戻るんじゃないかな。あ、さすがにないか。ちょっと楽しみにはしてますね。そうですね、誰が何使うかっていうのは。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこれが YGS 軟式用のプロライングローブになります。本体カラーがグレーで、はい、はみ出しとかが、シルバー、はいはいはい、かちょっとだけやっぱ色が。そうですね、マークもシルバーって形。はいはいはい。ちなみにベースマンとかで買いました？でもこれは BB パートナー、あー、千葉ニュータウン店さんの方で、はいはいはい、購入させていただきました。新古品？そうですね、新古品で、もともと型はついてて。ああ、じゃあ山本さんの型付けなのかな。多分そうです、型結構よくて。あれですか、最初親指全然効かなかったですか？効かないです。でも僕どっちかっていうとやっぱり こっちでやりたいタイプなので、はいはいはい、親指は全然動かなくていいと思ってるんで、はい。なんかまだそのプロラインが出る前に僕あの山本さんと直接お会いする機会があって、その時に僕も YGS をオーダーしたんですよ。届いた時に親指が全然動かないなっていう。口調的ですよね。はい、なんかやっぱ親指の腹が一番力が強いから、わざとそこ片付けなくてもいいみたいな論があって、おお、なるほどって思って。内野のグローブも何か持ってるんですけど、はい、これを買ってからこれを虜になってしまって、正直他の内野用のグローブを使ってあげられてない状況ではあるので。実際わかります、その気持ち。ちょっとこれはちょっと良すぎて。そうっすよね。次回ピッチャー用とかも YGS さんにお願いしようかなっていうのを考えたらいいので。かわいそうだし、型もいいし、グローブ本来の型、片付けの型じゃなくてグローブ本来の型もいいですよね。そうですね、もうはめた時にこうなんつ、こうゆ緩くすぎず締めすぎず、こう手の延長っていう感じがすごいするん で、うん、でそこに山本さんの片付けの魔法がかかったらもう最高でしかないですよね。はい、すごいな。基本的には僕はピッチャーなんですけど、はい、まあ、自チームではクリーンアップ出させていただいてるんで、はい、投げた後も野手だったりすることが多いので、 YGS さんのグローブでしっかり守備つかせていただいております。はい、もう今日もサードでね、すごいグローブ生えてたので。そうですね、ちょ、今日は自宅、イレギュラーして体の差し。そうですね、大丈夫でしたあれ。あ、大丈夫です。次回はしっかりグローブにつかめるように。いや、あれしゃあないですよ。はい、頑張ります。はい、なのでぜひぜひそのグローブね、もっともっと使っていってください。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お願いします。お名前をちょっとよろしいでしょうか？テックリ所属してます、大輝です。テックリの大輝さん、はい、はい、お願いします。お願いします。ナイス MVP です。ありがとうございます。ピッチングもね、良かったし、守備、はい、めっちゃよ、超おーってなりましたからね。はい、まあ外野やってて良かったなと思います。で、2安打。2安打です。さすがっすね。はい、ありがとうございます。はい、ナイス活躍でした。ありがとうございます。はい、で今日ね、その、はい、まあ、ピッチングを生み出してくれたりとか、はい、超ファインプレーを出してくれた、はい、グローブの紹介をお願いしたいんですけど、はい、まずじゃあピッチャー用から。はい、まずピッチャー用、自分が使ってるのはジームスですね。おお、渋いなー。これ自分が軟式始めた時に、はい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 、あの整骨院の院長先生から軟式祝いということでいただきました。おお、はい、ちなみに何年前に？
自分が軟式始めたのが3年前です。おお。始めた時に高校の時から通ってた整骨院の先生が野球やってて、軟式始めましたって言ったら記念にいただきました。あ、お下がり、言い方悪いな。はい。あ、でもお下がりっつっても1回しか使ってなかったです。あ、そうなんですか。はい、キャッチボールで使って合わなくて、じゃああげるよみたいな、でもらいました。で、すごいのが、はい、両左利きでその出会いがあったなっていう。あ、そうですね。たまたま自分が高校の時からやってた整骨院がの先生が野球やってて、はい、左利きでっていうので、なかなかの出会いですね。そうですね。 なかなか多分ジームスっていうのもいないんですよね。ないっすね。結構自分グローブ変えようかなと思うんですけど、やっぱこれ愛着ありますね。わかります、わかります。はい、ちょっと補給面を見せていただいて。あ、自分は横閉じですね、完全に。がっつり左ピッチャーの方ですね。そうです。なんか菊池雄星投手を。あ、そうです。自分菊池雄星さんの形をちょっとモデルにして作りました。まあ、左ピッチャーは一度は憧れる方って言いますよね。はい。で、背面に紐通しがされてる。あ、そうです。珍しいですよね。そうですね。なんで指が結構がっつりグッて握れるっていうか、ふにゃふにゃにならずに力入れてもちゃんと記録じゃないや、形状記録がされてると。そうなんですよ。なんで形があんまり崩れにくいっていう。はい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 。なんでこれ結構色もいいですね。オレンジ、自分オレンジ大好きなんで、グローブは。よかった。はい、あ、でもいただけてよかったですね。そうですね。今活躍してもらってるんで、まだ使おうと思います。はい。はい、じゃあ、お次のグローブいいですか。はい。次のグローブは、ずっと使ってます。すごい。これ珍しいです。まだ懐かしい。ランバード水野ってやつですね。そうです。僕ら世代でギリやったかなぐらいですね。はい、これも高校の時に、自分が最後の夏使わせてもらったグローブです。多分、年齢同じぐらいじゃないかな。自分22ですね。あ、え、嘘。全然俺の方が下だった。はい。22歳です。え、じゃあそれもう、いつから使ってました？あ、でも高校入った時に自分がよく通ってたスポーツ屋さんが片落ちみたいなので安く、はいはい、だからか、はい、で特別価格で買わせてもらいました。なるほどなるほど、はい、水のプロかわいす化け物ですからね。そうです。でも形ももうがっつりがっつり縦です。なるほど、はい、なんで表面もポケットもだいぶ深いんで。そうっすよね。なんか土手の部分がめちゃくちゃ、はい、狭いなっていう。あ、狭いです。まあ、なんで奥に深くなっていくなっていうのはすごい分かるので、はい、なんで先までしっかりボールが入るっていう。神経が先まで通ってるグローブ。そう、通ってます。なんで今日のボールも取れてます。そうですね、はい、ちょっとウェブを見せていただいてもいいですか。はい。これ珍しいです。そうですね。これ今の現状ないって言われた。そうです、そうです。はい、全部上が紐でなってるのって、はい、大体はまあ元々イチロー選手モデル。ああ、そうです。ですよね。はい。ただウェブの形がちょっとイチロー選手モデルじゃないなと。ないんですね。ちょっと一応これ既製品です、うん、でも僕もちょっと見て、はい、あれオーダーじゃないのってオーダーじゃないです思っちゃいましたね。既製品です。僕ずっと使ってますね、高校から。すごいなぁ。はい。いや、味があっていいっす。はい。オレンジが渋くなったようで。そうですね。はい。じゃあぜひ引き続き、はい、今日のような好プレーを、はい、テッケルさんで続けていってください。はい、お願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、お願いします。お願いします。はい、じゃあまずお名前をいいですよ。テッケル所属のケントです。よろしくお願いします。ケントさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、ちょっと今ロンティ見てたけどやばかったっすね。いや、ちょっと自分でも上手できかなって感じですかね。ナイスバッティングです。ありがとうございます。試合中も試合もね、同じチームです。はい、そうですね。4回からずっとキャッチャーありがとうございました。いや、全然こちらこそありがとうございました。いやいや、楽しかったです。ぜひ皆さんのグローブ紹介をということで、はい、同じちょっとキャッチャーなんでね、比べられたくねえよと思うと思うんですけど。いや、そんなことないですね。ちょっと、はい、いいグローブ使ってたので、はい、見せていただけないかなと思います。最初がですね、はい、水のプロの公式のオーダーミットになります。オーダーミットになります。すごいな、これめちゃくちゃ使い込んでるな。そうですね、もう3、4年目になりますね。大学1年の時にオーダーした。すごいな、これやっぱ水野さんって、はい、ちょっとポケットいいですか。はい。マチめちゃくちゃ分厚いですよね。そうですね、まあ、ひたすら叩いて、うん、伸ばしたりとか、生地を伸ばして、皮を伸ばしてって感じで。そうっすよね。で、なんかすごいプロの選手みたいな型してる。いろいろと調べてて、はい、ポケットを一応下に下げてて、親指のとこ、うん、そうですよね。最初はここら辺取ってたんですけど、プロの選手がこれ取ってるって聞いたので、ポケットの位置を少し下げて、はいはいはい、いい音になるように一応練習してる感じですかね。そうっすね。やばいな、この型は。いや、もっと良くしたいですね。いやいやいや、向上心ありすぎじゃないですか。まだ若いんで、そのトレーで頑張ります。そうっすよね、全然若いですもんね。はい。あれ、おいくつでしたっけ。今22歳です。若いな。はい。それあの打球ももっともっと飛ばせるようになるじゃないですかね。はい、頑張りたいと思います。はい。もうキャッチングもすごかったですかね、今日。いや、全然まだまだ、キャッチングがむしろ課題だったんで、まだまだもっと練習しないとなって感じですかね。十分、裏で見てた時、運営の今泉さんと、はい、やばいな、あのキャッチングって言ってた。いや、そんなことないです。全然全然。もうそのミットから生み出されてるキャッチングすごかったです。ありがとうございます。はい。
じゃあもう一個の方、はい、もう一個の方がダイバーシティブルーのオーダーになります。濃いな、これもこれでまたこれはですね、5DNA 型、はい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 、指になんかシリコンじゃないけど、なんだっけ、なんかパッドがパッド、ね、こちらについてるやつなんですけど、そうですよね、ここに、はい、でなんかこれがオーダーで型番にないやつなんですけど、おこれをちょっとお願いしてもらって作ってもらったんで、ちょっとこれ全国でもいないから世界に1個なんじゃないかなっていうふうに思いますね。すげーなー。でダイバーシブルでここに動かしたのがちょっと一番の、そうですよね、水のないっすよね、小指側って。はい、そうです、ないんで。そっか、5DNA だから。そうですね、つけられないのか。いや最初は親指側っすよね、ここの親指側だったんですけど、はいはいはい、でもファーストバックだと、はい、なんか水野でもなんかベルト裏についてるのが多いじゃないですか。で、ね、はい、でも 5DNA だから親指側になるところを、そうですね、相澤選手、広島の、はいはいはい、相澤選手がこういう風にやったのを見てたんで、そういった感じでできるかなーってお願いしてみたとこ、水野さんになんとやっていただいたって感じですね。うおー、すげー。はい、これだから Z だと、はい、小林選手の小指側じゃないですか、はいはい、そうですね。とか矢野監督かな、はい、確か小指側だったと思うんですけど、そうですね、水野では確かに。で、相澤選手も確か市販されてるモデルはベルトっすもんね。そうですね、ベルトモデルで基本相澤選手モデルの型でだったと思うんですけども、 5DNA の型番があったらしいんでやってくださったって感じですね。ちょっと補給面も見せていただきます。補給面は、はい、こんな感じ。まだ全然なんですけど、いや、張りがえげつないですよね、これ。そうです、すごいな、この張りが。去年の12月に届いたんですけど、はいはい、全然まだまだできないんで、来年はできるようにしたいなって感じですね。そうですね、バチバチ受けていかないと。そうなんですよね。ちなみにちょっと今握ってもらってもいいですか。こんなもんですね、まだ。あー、硬いっすね、まだ。握力全然十分ないんで、あのパワーで、はい、ないです、全く。ほんと40ぐらいしかないんで。まあじゃあもう抜戦受けまくりとかですかね。そうですね、あとはいっぱいピッチャーの、テッキリピッチャーいっぱいいるんで、そうですね、その球を受けてって感じですね。これカラーリングもすごいおしゃれですね。そうですね、とここがちょっと茶多いかなと。ここ濃い青なんですけど、ここあえて黒にして、でそこをちょっとエッチさを出そうかなみたいな。セクシーさね。セクシーさですね。で、あとは補給面、黄色ですね。まあ、マッチの部分が、ね、そうですね、黄色って目立つ色なんで、はいはいはい、ピッチャーに対してコースに対して見やすいようにできたらなっていう、ちょっとした心遣いをしようかなと思ったんで。ピッチャーに対して優しいミット。はい、そうですね。 で音を、なれば音がすごい鳴るんで、まあ、天下の水のプロですけど、ね、そうですね、そこは。で、レースも黄色ターン、これはこう、普通のターンだ、USA コルクですかね。あ、水の特有の色ですよね、はい、そうです、あの色で。ちょっと薄めのタン。そうですね、こっちのミットと同じ紐の色にしてて、はいはいはい、はい、おもちゃも色変わっちゃったんですけど、それとほぼ同色で、まあその点また 見やすいですよね。そうですね、はい、反対色というか、なんというか、まあ黄色に近い色なんで。はい、そうですね。なるほどです。じゃあこのミットでどん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 、はい、暴れていってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。じゃあちょっとお名前を。テッキル TV の鉄です。はい、ボス、お願いします。はい、お願いします。概要欄にリンク先貼ってありますんで、チャンネル登録お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。あ、いい、やっとお会いできました。あ、お会いしましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。そうですね、はい、僕はそっか前回行ってないもんな。そうですね、翔平さんとひろとくん2人で。そうですね、僕はバーベキューしてました。え、楽しそうに。違うんですよ、言い訳させてください。この日前もって休んでいいですかって、はい、翔平さんに何もないですよね、はい、っていう話をして、もうゴールデンウィーク唯一ぐらいのオフをもらってたんですよ。で、後から聞いたらイベント行くとか言って、あれだーってなって。ああ、そんな中楽しくバーベキューしてたと。大変だったんですよ。ヒロトは分かるけどね、あのバーベキューの大変さが。まあ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 、まあ、大変だったんですよ。ケロッケロ。なるほど、はい、はい、ということで、まあちょっと今回、はい、グローブ紹介ということで、はい、まあ皆さん、ブラックステッキルさんの皆さんのね、はい、グローブ紹介させていただいたので、最後にボスという。あ、ありがとうございます。はい、紹介。じゃあちょっと僕のグローブこちらに入ってます。はい、はい、見れば分かります。はい、じゃあ一つずつ紹介させていただきますね。はい、じゃあまずはこちらかな。おお、はい、水のプロ。水のプロオプションオーダーですか。いや、これ普通にオーダーですね。え、はい、普通のオーダーでこの普通のオーダーで、これ4年前に買ったんですけど、はい、結構もう紐が結構もう劣化しちゃって。そういうことか。そうで、水色の、はい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 、でも全紐交換で。で、あれですよね、指掛けとかも変えてます。あ、そうですね。一瞬オプションオーダーかと思った。はい、ちょっとね、新たに今年かな、今年全紐交換して、はいはい、新たにガラッとイメチェンした感じですね、はい、なんか今流行るじゃないですか、サックスって。そうですね、
すごい今時なグローブに。もともと何色を使ってたんですか？もともとね、赤、レッド使ってました。はい、でも正反対の色に。そう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 、全くガラッと移転しました。はい、なんか、まあ、これ内野用、そうですね、アクシーズ作りました。あ、本当だ。はい、あ、より色を変えれるっていう、そうそうそう、点もありますよね、アクシーズだと。で、ウェブ、今菊池選手が使ってるウェブと一緒っすよね、多分。ああ、そうですね。はい、こちらですね。なるほど。はい、これは、え、公式でいい？いや、これ軟式で作ってます。軟式か、はい、軟式にしては、なんか補給面の皮分厚いなと思ったのが、やっぱり水のプロだからさ。はい、かなりしっかりしてるんですよ。ですよね、はい、もうちょっとこれ、今日汚くなっちゃったんですけど、かなりね、皮ツヤいいっす、補給面も、はい、これは、ちなみにいくらしました？いくらだろうな、これ4年前買った5万5千ぐらいだった気がする、はい、軟式で5万5千はやばい。結構やばいっすよね。やばい、すごいな。もう全然まだまだ使えそうですもんね。まだまだ使えますね、はい、結構あの小ぶりな方なんで、うんうん、あ、主にセカンドとか。なんか藤田選手ぐらいの大きさなのかな、多分。あ、そうなんですね。とはいえ、はい、ちょっと水の中だったら藤田選手モデル確か小さかったよね、うん、じゃあ、うん、多分そのぐらいの大きさかな。結構ちょうど、つかみ取りも当て取りもしやすいような、うん、なんかショート向きな感じですかね。はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、お次、そしてもう一つが、これちょっとね、見たときやばかった。俺の性癖ぶっち刺さった、はい、これ、こちらです。これ、今年、オーダーしました。はいはいはい、ローリングス、はいはいはい、で、ウィザード、こちらも、軟式のオーダーで、はい、作りました。で、カラーリングが、これカラーリングが、M グリーンってやつなんですよ。え、サックスじゃない？サックスじゃないんですよね。なんか、ローリングスだと M グリーンっていうカラーで。そっか、メーカーによって名前が違うだけで、実際はサックス。そうなんです。俺の目がおかしくなったからだよ。ブラック、はいはいはい。ちょっと、これやばいなと思ったのが、ヌイート。そう、ヌイート。蛍光、そうそう、スイッチがね、そう、なんか設置がイエロー、蛍光のイエローで、結構そう、黒に結構映えるんですよね。そうっすよね、はい、なんか黒と蛍光は分かるんですよ。はい、そこにサックスを持ってくるあたり。そうなんですよね。紐は、もうターンは間違いないと思うんで。そうですね、はい、もうどの色でも合うと思うんですけど、黒ターンはやばいっす。カチッと、この一色があるだけでカチッと締まるんですよ。そうですね、はい、ごちゃごちゃしないナンバーワンの色が黒ターンだと思うんですよ。確かに。だから、はい、あのサックスがあってもカチッと締まります。はい、で、このシルバーで、おお、プチってます。やば、すごいな、これ派手だけど大人なグラブ。そうですね。で、結構ね、納期も早かったんですよね。1ヶ月ちょいぐらいできて。ローリングスってそんな早いんですか？はい、結構早かったんです。まあ、タイミングかもしれないですけど、今年の冬に作って、はい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 、そう、1ヶ月半ぐらいで、結構皮もしっかりしてて、結構もう今が一番もうピークっていうぐらい。なるほど、いい感じに仕上がってます。そうですよね。ローリングスのグローブもどちらかというと皮しっかりめなイメージありますね。しっかりです。めちゃくちゃしっかりしてます。はい、ベルトの裏が、あれですよね、クッションですよね。あ、クッションです。ここがね、ウィルソンみたいにクッションになってるんで、あれですよね、汗でごちゃごちゃって、あの、硬くなってることがないんですよね。そうそうそう、結構ね、ここムートンだと汗でダマになったりとか、だからすり減っていくようなイメージがあるんですよね。 それがないし、うん、ホールド感も多分プラスされるはずなんですよ。確かに、そうなんですよ。やべえ、やっぱボスのグローブがすげえわ。これ今お気に入りでずっと使い込んでます。いや、いいグローブ見せてもらった。で、ウィザードね、あの、オーダーだと2種類なんですよ。大きいやつと小さいやつで、うん、その大きい方のタイプで 11.5 インチかな、うん、はい、あ、書いてある、 11.5 インチ、はいはいはい、まあ、これ主にサード用で使ってます。はい、はい、分かりました。じゃあ本日は楽しい時間、はい、ありがとうございました。グローブ紹介もありがとうございました。いや、ありがとうございました。こちらこそ。チャンネル登録、お願いします。お願いします。はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで合計何分撮ったかな、皆さんの、グローブ紹介の方させていただきました。日本でもね、正直収まってないんじゃないかなと。しかもね、皆さん厳選して、最大2個に収めてもらったんで、本当だったら、あのね、高速グローブ紹介でもよかったかなとも思ったんですけども、まあ、ぜひ皆さんにたくさんね、長い時間グローブを見てもらいたいということで、今回も厳選して、皆さんに2個のグローブを紹介してもらいました。はい、ブラザー TV さん、テッケンさんの、動画は概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当に
ありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。